倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルス。倫理研究所とは、生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から、踏ん張りどころというお話をご紹介します。人生にはここ一番という踏ん張りどころが何度かある。どんな分野でも一流と呼ばれるのは、ここ一番の局面で踏ん張ることのできる人だよね。そう語るのは、和食の鉄人こと道場六三郎氏です。伝統を踏まえながら和食の新しい領域を切り開いた道場氏は、84歳になった今も2店舗を経営し、次の人材を育てています。道場氏は修行時代、板長からひどい嫌がらせを受けました。罵声を浴びせられ、時には料理をひっくり返され、もうやめようと真剣に考えるようになりました。しかし、ここが踏ん張りどころだと思い直し、どうやってももうこれ以上はできんというくらいまで仕事をこなしたそうです。あの時頑張れたから今の自分があるという道場氏の体験から出たのが冒頭の言葉です。道場氏の回想は、壁にぶつかった時が人生の岐路であることを教えてくれます。ここ一番で逃げずに受け止めることができたら、以前より成長した自分になれるはずです。この職場の教養は、倫理研究所の法人会員に配られている非売品の冊子で、毎月175万部発行されています。そして毎月、日本商工会議所発行の月刊誌石垣にもその一部が紹介されています。この職場の教養を読んでみたいという方は、 TJS ラジオまでご連絡ください。毎月5名の方に職場の教養をお送りしております。宛先は info@tjsla.com です。倫理研究所では毎週日曜午前8時半から1時間、朝の集いをトーランスの倫理オフィスで行っています。そして毎月第2、第4日曜日の午後1時から3時の2時間、コンピュータークラス入門編を開講しています。お問い合わせは飯田さんまで、714-717-6209です。今日の心がけ、困難を受け止めましょう。